中間発表、2つ目標立てました。チャンネル登録者数が1000人に行くっていうもので、目標が1000人に対して100人なので達成率としては 10%。 2つ目の目標なんですけど、デザフェスに出るっていうものです。これに関してはですね、一言申し訳ございませんでした。これ言い訳タイム。最後までですね、全力で頑張ります。応援していただけると嬉しいです。こんにちは、たかしです。今日はですね、中間発表、今日は今年の頭にこの YouTube チャンネル開設して、なんとかですね週1キープして動画を投稿しています。で、このチャンネルを開設するにあたって2つ目標立てました。覚えてる方はね、本当に素晴らしいと思うんですけど、まだ見てないよとか、そんなの覚えてないっていう方はぜひこちらの動画をまずね見てほしいなと思うんですけど、その目標がどのぐらい達成されているかっていうのを今日は発表していきたいと思います。もう2020年もなんかいろいろありすぎて、もう秒のように過ぎていますけど、もう一応あと2ヶ月ぐらいで終わりということで、まあ、それのですね中間発表をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければと思います。まず1個目の目標がですね、チャンネル登録者数が1000人に行くっていうものです。で、ね、今のチャンネル登録者数はこちらなんですけど、今この撮影をしてる時の登録者数はなんと101人。いや、僕としてはいや、もう100人も登録してくれる人がいるんだっていう嬉しさしかないんですけど、一応目標が1000人に対して100人なので、達成率としては 10% なんですよね。まあ達成率で言ったら 10% なんですけど、僕としてはめっちゃ嬉しい。それで満足したら全く意味ないっていう話なんですけど、いや、めちゃくちゃ楽しいんですよ、個人的には YouTube やってることが。まあ確かにね、週1本出すっていうことで結構追われてるっちゃ追われていて、毎週金曜日にアップしてるんですけど、本当に金曜日の10時ぐらいまでほぼほぼ編集をして、で、なんとか上げるっていうのを、もう本当にずっと、今年の頭ぐらいからずっとやってます。で、調子いい時は、まあ週3とか週2ぐらい上げてる時もあるんですけど、基本的には YouTube の編集に追われてるっていう日々を、まあ、今年の頭ぐらいから過ごしています。まあ確かに、まあ YouTube やる上で、まあチャンネル登録者数とか再生回数っていうのは重要な要素ではあるんですけど、そればっかり目指していても、めちゃくちゃ言い訳っぽいけど、なんか違うのかなっていう気もしてます。だけど、やっぱり、数は力なので、今後ね、もっと目指すべきだと思いますし、まあ自分たちがやっていきたいことは、多くの人に伝えられた方がいいっていうふうに思っているので、まあ、そこは継続的に目指していきたいと思います。ですが、今、達成率としては 10% なので、とりあえずこの動画を見てくださる方は、もうチャンネル登録してもらってると思うんですけど、もしチャンネル登録してない場合は、ぜひ、この辺のボタンを押して、ポチッとしていただくだけで大丈夫なので、それを押していただけるとすごく励みになります。めちゃくちゃむずい、めっちゃむずいですね。全然伸びないし、伸びると思った動画が伸びないし、伸びないと思った動画が伸びるし、まあ、そういうのは本当に分かんないなっては思ってるんですけど、ここまで継続してこれたのも見てくれてる方がコメントしてくれたりとか、リアルで動画見たよとか、動画面白かったよっていう声を聞くと、まあ、やっぱりすごい面白いなっていうふうに思っています。結果が出なくても、とりあえず3年ぐらいはこのペース、もうちょっとコンテンツの質とか数と増やしつつ、3年ぐらいは何が起きなくても続けようとは思ってるんですけど、とりあえず1年目まだ2ヶ月ありますけど、1年目はこういう感じなのかなって思っています。まあ、今年中にね、もちろん全然目指してるんで、全然目指してる、諦めてない。今月中にとりあえず800人ぐらいって言ってで、あと1ヶ月で200人ぐらいをこう後押しするというような計画で頑張ってますんで、ぜひよろしくお願いします。続いて2つ目の目標なんですけど、デザフェスに出るっていうものです。これに関してはですね、一言申し訳ございませんでした。本当にね、申し訳ないなと思っております。っていうのも、これね、11月の3週目の月曜日16かな16に撮ってるんですけど、その1週間前ぐらいにね、デザフェスしっかりやってるんですよね。いやー、本当に申し訳ございませんでした。これ言い訳タイム。
今年のデザフェスは出れませんでした、申し訳ございません。嘘っぽくなるから嫌なんですけど、来年は絶対出ます。来年は絶対出る。最近靴下のノーアルチザンっていうブランド個人でやってるんですけど、めっちゃ売れるんですよ。ありがとうございます。本当に見てくれてる方いるかわかんないんですけど、すごい売れていて、ありがたいことに1ヶ月で10足ぐらい売れたりとかした時期もあって、僕靴下ちゃんとやろうってもともと思ってたんですけど、それはどうしてもその感覚的に絶対できるっていう、なんか本当に根拠のない自信だったんですけど、まあそういうふうに実績がついてきたことによって、あ、これもっとちゃんと突き詰めてやっていけばある程度形になるんじゃないかなっていうふうに思ったこの1ヶ月間ぐらいだったんですよ。僕の中でその自分のやることっていうか、自分だけがやってることって優先順位めちゃくちゃ低いんですよね。誰かのために働いたり誰かのために動くってことが、まあ僕の中では結構嬉しいというか比重を占めてるんですけど、まあ、そういうふうに自分がやってて自分で完結することの優先順位をちょっと上げようって今なっていて、まあ、自分の靴下のブランドをもうちょっとちゃんと手を入れてやっていこうっていうふうな感じに今なってます。なので、いや本当にその買ってくれてる方とか SNS でフォローしてくれてる方に、まあ、実際にお会いしてちゃんとお礼とか言いたいし、まあ、そういう場所をどんどん来年は作っていきたいなっていうふうに思っているので、とりあえずデザフェスは絶対出ます。本当に出る、本当に出るから、ちょっと本当に応援してほしいので、あのデザフェスの、 あの次回の案内出たよとかあったらめっちゃ教えてほしい僕忘れっぽいし、いろんなことにこう注意がこう飛んでいっちゃうので、忘れちゃうと一生忘れるので、本当に教えてほしいなあとね、まあその靴下の話じゃないんですけど、デザフェス以外にもそういうポップアップとかやってみたいなってめっちゃ思ってます。今年の目標は今のところ1個は達成できなくなってしまったっていうのと、もう1個はまだ達成はできるけど達成率 10% っていう状況です。まあ残りね、あと1ヶ月と半分ぐらいなんですよ。ちょうど45日ぐらいかな、本当に数えたら。なんですけど、まあ、最後までですね、全力で頑張ります。まあ、特にそのチャンネル登録者数っていうね、頑張れば伸ばせるものに関しては、ちょっと泥臭くやっていこうかなと思ってます。これは来年の目標っていうにもちょっとつながってくるんですけど、まあ、来年はね、もっとそのチャンネル登録者数も伸ばしていきたいし、まあ、世の中がどうなってるかは正直わからないんですけど、会える機会とかがあれば積極的に僕は作っていきたいなと思っているし、自分の靴下のブランドを伸ばすことによっていろんな人にこう楽しいなとか嬉しいなとか思ってくれる機会を作っていきたいなというふうに思っています。なので今日はですね、あの本当に話して終わりっていうシンプルな概念なんですけど、こういう動画になりました。まあ、まとめるとチャンネル登録者数が1000人、あと900人ぐらい、ちょっと友達にみんな紹介しといてお願いっていうの、あともう一個の、まあ、イベントに出る、デザフェスに出るっていうのはちょっと叶わなかったんです、申し訳ないです。ですが来年必ずこういうリアルイベント、デザフェスがいいですね。デザフェスにちょっと僕も出てみたいっていう気持ちはあるので、デザフェスに出るっていうのとポップアップショップみたいなやつもちょっと挑戦してみたいなっていうふうに思っているので、継続的に応援していただけると嬉しいです。はい、ということで今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画見てくれてる方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。